ようございます。マサタラ日記のマサって言います。今ね、ちょうど荷下ろしがね終わったところなんですけど、これからねちょっと休憩ポイントまで行くでしょう。行こうかと思います。なんかちょっとずつ晴れてはきましたね。さっき結構曇ってきてたからどうかななんて思ってたんですけど、
まあ、時間にはね余裕があるんですけどね。あれがね行ってすぐ詰めるとねもっと時間余裕ができるんですけど、あれ本当にすぐ詰めないのかな。あれですけどね、こうやって撮ってると今後ろ左の後ろをめがけてカメラ1台撮ってるんですけど、撮ってるんですけどってこれあれか、編集して出すんでもうみんな見てますよねそうですよね。なんかこれね今左側撮ってるじゃないですか、こう欲が出てなんか右側にもカメラつけたくなりますよね。信号待ちは喋らんようにしていてそこをね止まっとる時ぐらいはちょっとねカットしようかななんてね思うんで、やっぱこの何ていうんですか、流れを見るならやっぱカットしない方がいいんですよね。その映像をその見るなら、話を聞くならやっぱねもうカット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 で話ね聞けるようにした方が絶対いいと思うんですけど、映像のことを考えるならやっぱカットしない方が全然いいんですよね。もう映像がブチ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 ってなんか切れてねそこら中の映像に変わってってまうっていうよりも、やっぱ流れでずっと 見とった方が映像的には面白いんですけど、やっぱね、こうやって走ってるとこの何て言うんですか、間が長く取れちゃうとやっぱりね面白くないなってところがあって、その辺が難しいんですよね。なんでその辺をどうやって取るかだと思うんですけど、うまいこと。難しいんですよね。
こうかなみたいなのはちょっとずつ浮かんではきてるんですけど、まあ、こういう風にしたら結構映像的にも面白いななんて思うのは浮かんではきてるんですけど、編集がすげえ大変だぞと思って頑張らないかんぞと思って難しいんですよね。編集めちゃくちゃこだわっちゃって、やっぱ動画全然出せないみたいになっちゃってもダメだと思うんで、どっちかっていうと動画いっぱいね出したいじゃないですか。その辺がやっぱね難しいんですよね。結構その前のね峠をバーって走ったやつでもそうなんですけど、結構こういうの好きですよって声はもらえるんですよ。僕もああいうの好きなんで、本当こういう風に撮っていきたいなと思うんですけど、なかなかねそれがねみんながいいよってことはないんで、その辺ですよね。人それぞれね、いろいろなそのあれが思っとるもんで、こういう方がいいって人もおれば、こういうのは嫌だっていう人もやっぱ見えるし、なかなかねそこが難しいんですよね。でその辺で結構悩み中っちゃ悩み中ですね。なんて言っとるけど、どこまで悩んでるかなって分かんないですけどねなんせ僕なんで、そもそも本当に悩んでるんかっていうのがね分かんなくなっちゃう。流れるインカってちょっと憧れますね。トラックって感じじゃないですか、なんかなんかトラックってなんか流れるってイメージないですか。僕勝手にそういうなんかイメージを持っとるもんで、かっこいいなーなんて思っちゃうんですよ
じしますね。ちょっとばっか入ってましたね。しかし美味しかったっすもんね、あれが。ねえ。ネギ味噌チャーシューでしたっけ。美味しかったな。大体どこやろ。あそこ浅間さんラインのところにあったことないですか。ちょっとね。こうなんかよく寄ってたなあ。あそこ寄ってラーメン食べて、ちょっと走ったとこに東武湯の丸のインターの方向かっていくと道の駅があって、その道の駅でよく休憩してましたね。で、夜中起きた時にもう干からびとるという喉からからで、ね、もうそのパターンで毎回毎回やってましたね、そういえば懐かしいな。よく浅間さんライン走ってましたよ、そういえば。結構4トンの頃からあそこはよく走ってて、あそこ道悪いもんで4トンやともうすごい跳ね食って、キャビンの中なんかガン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 なって、なんかそれが偉かったなんか思い出がありますね。あーでもなんか懐かしいな、よう走っとったなあの辺。薄いものをね下ってって、ほとんどあの辺はもうずっとやっぱ下道走ってたんで、よく福島の方行ってたりしてたんですけど、ほぼほぼ下道で走ってたんで、矢吹の辺とか福島郡山の辺とか、あの辺りよく行ってましたね。あの時は本当に本当になんか走ってましたね今みたいにこの時間を気にしてなかったっていうのがやっぱあると思うんですけど、だからあんなにね下道で走れてたんですけど、でもやっぱね下道は下道で結構楽しいですよね。下道って意外にああいう下道の方が好きなんですよ、高速よりも。まあ、高速の方が絶対楽ですけど、ね、絶対に楽なんですけど、結構下道が好きですね。まあ、
いろいろ見れるっていうか、その景色がいろいろ楽しめるっていうか、なんか昔は本当僕変わっとるもんで、ああいう渋滞とかが全然苦にならん人で、渋滞大好きな感じで、夕方なんてもう休めばいいのに泊まって、わざわざ渋滞突っ込んでって、すげえそこで時間食って、夜もうめちゃくちゃ眠たくなるっていう。そこの時間 寝なよって感じなんやけど、泊まってでちょっと飯食って休んでみたいな、そんなことすりゃ全然楽に走れるじゃないですか。でちょっとね空いた頃にまた動き出してっていう、まあトラックねやっぱみんなそうやって動いてると思うんですけど、僕本当はあのね若い頃アホみたいに渋滞突っ込んでてまってそこでめちゃくちゃ時間食って、でご飯食うのも遅うなって何やっとるんやって感じなんですけど、何かしら渋滞好きやったんです変わってますよね。でももうさすがに渋滞はかなわんなと思うようになってきましたけど、さすがにもう渋滞ちょっと勘弁と、渋滞になってくるとうわーと思うように なっちゃいましたけど、あの若い頃はもう全然へっちゃらでしたね渋滞なんて。なんかこう落ち着いていろいろ車とかもいろいろ見れるじゃないですか、来るトラックとかね、ああいう自分の好きな感じの車とか、ああいうのがゆっくり見れるもんで、もう楽しかったですね。どん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 僕はあの可愛いもんだっていうのがどんどんバレていきますね。ねえ、またあの 水の事故がね増えてくるんで、ああいうのも聞きたくないですよね本当にね、子供たちのね聞きたくないです。僕あれ本当に苦手、あの水の事故のやつ。あれ開いてるかな、
てる、なんとか。よしよし、なんとか空いてる。じゃあちょっとね、休憩したいと思います。